東日本大震災から3度目となる3月11日を迎えました。改めて犠牲となられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災されたすべての方々に心からお見舞い申し上げます。私は総理就任以来ほぼ毎月被災地へ赴き、たくさんの方々にお会いしてきました。読んでください、はい、仮設住宅で心のこもった手紙をくれた子どもたち、支援操業を再開した旅行の元気なお母さん、新たに事業を始め意気込む企業の方、まだまだ苦労は絶えませんが、その目には確かな希望が映っていました。昨年の今日よりも希望の灯火は着実に大きくなっています。政府としてその希望を全力で後押ししなくてはいけません。自分たちの半分を自分たちで守るということで、我々は百姓魂を発揮して頑張っています。風評被害の払拭、子どもたちの体と心のケア、新たなコミュニティ作りなど、これからはソフト面での心の復興に力を入れていかなくてはいけません。全国の皆さん、東北は今が正念場です。地元産品の購入、観光、ボランティア、さらには東北での事業活動など、さまざまな形で支援の輪を広げていきましょう。東京ではあと2週間ほど、東北ではあと1ヶ月ほどで桜が咲き始めます。震災直後、インドネシアの若者たちが日本語で歌ってくれた歌のフレーズが今改めて胸に響きます。桜よ咲き誇れ、日本の真ん中で咲き誇れ。日本よ咲き誇れ、世界の真ん中で咲き誇れ。東北ならできるはず、日本ならできるはず。この3年という節目に決意を新たに、一丸となって新たな一歩を踏み出しましょう。